こんにちは。前回デフォールの交換をしようとしたらですね、道具が合わなくて、というか、仕様変更ですかね。なんていうの、仕様変更って言わないのかな。ボルトが変更になってまして、できませんでした。で、Amazon で探して、まあ、その前にね、近くの工具屋さん行って、サイズを見て、来たんですけども、近くの工具屋さんにもね、上用のフィーラー用の工具がなくてですね、アマゾンで購入しました。で、これとこれが上用フィーラー用ですね。で、ですね、サイズがいくつ、最近ちっちゃい字が見づらくてですね、 2,3 日前からですね、10いくつ、14か14ですよね、これね。で、ドレン用が10と、これはね、自宅にも、自宅とか工具箱にもあったんで10です。工具箱用は、なんだっけ、小さい方、 4分の3でしたっけ、これ2分の1ですね。これも2分の1、なぜしたかというと、この開かなかった場合に、このハンデフィさんの、トルクレンチ、トルクレンチじゃない、なんだっけ、インパクトレンチ、これを使って開けようかと思っているので、多分前回ね、NV でやった時もビクとも、手ではねビクともしなかったので、これ使うようになると思います。ではちょっととりあえず合わせてみます。ではフィーラーの方を開けてみます。あら、長いの買ったのが失敗か、これ。おお、長いの買ったの失敗かも。タイヤ外さなきゃいけないかもしれないですね。びくともしない。ギア壊れるな。ダメですね。インパクト出しましょう。入るかな、全然無理ですね、全然入らない。これのね、短いのもあったんですけども、短いとか長いってそういう問題じゃないですね、もうタイヤが邪魔ですね。前回入ったよな、なんだろう、なんでだろう、短いのだったら入るのかな。ちょっと待てよ、これドレン用ですけどね、ドレン用でも、ドレン用でも入んないな。ドレン用っていうか短いタイプ、短いのこれぐらいのがあるんですよ。長いのがこれ、短いのでも入らないですね。どっちにしてもタイヤを下ろさなきゃダメでした。タイヤを下ろします。ここに道具を入れて回しました。タイヤ降りた。タイヤ、ちょっと待って、暗いね、電気つくかな、つけ、ついた。タイヤこういう風な構造になってるんですね、よく見てなかった。で、よし、ちょっとタイヤが邪魔ですけども、回るかな。インパクト、回ってくれ、いけ、あった、取れました。これですね、なんだっけ、グリスじゃなくて、あれですよ、あれあれあれ。じゃあ次、どれ行きましょう。よいしょよいしょよいしょ。
そしたら次下ですね。ドレーンを抜きますけどもタイヤが邪魔だな。まあしょうがない。で、これドレーンはある程度緩めたら、ちょっと待って、どうする？どこだ？ここか。ドレーンをある程度緩めたら、箱用意します。よいしょ、いっか。よいしょ。ね、よいしょ。ここまで来て、あとは手で緩むでしょう。多分。大丈夫ですね。よし。手袋しよう。忘れてた。袋を用意して。ああ。袋いけるかな。ね。で、緩めます。よし。では行きましょう。どこかな。いける。大丈夫。できれば手袋を汚したくないって。あ、来た。よっ。おー。あ、意外と綺麗。ただちょっと臭いな。これサムネね。手邪魔か。こんなもんです。別の携帯でライト当ててみましょうか。ピント合ってるか。こうすればいいの。こうすればいいの。結構ついてますね。一回り。これ、ここ見れば分かりますよね。ここ、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 この部分。これ。取っちゃいましょう。追いついてる。で、取っちゃいましょう。これね、タオルで拭き取る。あれ、きれいになりました。鉄分はわからない。よし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 。よ。まあこんなもんかな。く、笑ってる笑ってる。裏のうち笑ってる。今回の変更点、ここだけじゃなくて、こっちもでした。ボケてる？ワッシャーになってました。ガスケットがね、ガスケットワッシャーになってました。前回 NV の時はこれを使ったんですよ。まあ、これがね、日産用なんですけど、確か。日産用とか日産も使ってるってやつですよね。なんで今回も、ちょっとね、ガスケット買ってないので、これ使います。まあ大丈夫でしょう。はい、で、これ終わったので、結構力強い磁石になってますね。これくっつくもんね。あれ？え？ちょっと待って。なんか、鉄粉ついた。あれ
入ったかな。よっしゃ、入った。でかっ。こっち、もう一個手袋あるんですけどね。よし、よしと。で、あとは規定のトルクで締めます。で、オイルを入れるのはサクションガンですね。アストロのサクションガン。読めるかな。明かりがついてて読めない。これですね。アストロプロダクツ。これにオイルを入れます。先っちょをつけたら、これを開けて、ちょっとこの、多分、開けて、引いて、で、このサクションガンなんですけど、1回に500なんですよ。500なので、これを引いて、オイル、純正ですね。あれ？あ、日産の純正オイルです。これを開けて、確かこれでいいんだよね。で、こっから入れます。よいしょ。で、閉めて、これチューブもうちょっと短くてもいいな。よいしょ。次の時にチューブ切ろう。こんな長くなくてもいいよね。お、空気入ってる、空気入ってる。よいしょ。よいしょ。ああ、取れた。一本目。狭いからね。ちゃんとね、ジャッキで上げればね、もっと楽なんでしょうけど。よいしょ。はい、2本目いきます。わかるかな。2本目。やっぱり硬い。80、90だっけ。90は硬いよな。今車0-15とかなのね。0-15ぐらいですもんね。とかね、10、あれキャラバンはいくつだっけ。なんか任せきだか覚えてないですけど、なんか5-15とかですもんね。これ80、90ですもんね。硬いよな。あ、ちょっと強く押しすぎた。もうちょいゆっくりやんなきゃ。あ、降ってきた。うん。で、もう少し。入れる量としては、ここから溢れたら OK です。溢れるまで入れるということですね。よいしょ。はい。3本目いきます。3本目、これ確か、あれ、電気消えた。ちょっと待ってよ、電池切れか。充電したんだけどな。ダメだ。
電池切れました。あー、古いからダメなのかな。ちょっとこっからは修正します。で、3本目これ入るのが確か 1.1 だった、 1.3 ぐらいなので、半分ぐらい入れてきました。よっ、よし、3本目お行きます。触れないな。今度は丸々入れてきました。前回は半分半分だったんですけど、今回丸々入れてきました。おかしいな、なんでこんな入ったっけ。はい、よちょっと、もう余るでしょ、余るでもう溢れるでしょ。よっしゃ、そしたら、おっとっとっと、よっ、ヒーラーを蓋して、よし、よし、よし、やった。よし、あとはトルクで、トルクレンチで締めるだけと。よし。締まったら、最後に、掃除。よっ、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 上も下も漏れがないか確認してね。ちょっと汚れちゃったな。はい、こんなんでできました。ちょっとワッシャーじゃなくなっちゃいましたけども、まあ次、1年後にまた交換しようかと思うんで、その時にはまたワッシャー入れます。明日か、上は関係ないか、下でしたね。下は大丈夫かな。大丈夫そうですね。よし、あとはタイヤを上げて以上です。オイルがですね、1リッター多分ね 1.7 ぐらい入ってんですよね。 1.7 だったかな。ちょっと後で確認してみましょう。ちょっとライトが切れちゃいましたからね。よいしょ、漏れはないね。まあ上はもうそう漏ることないでしょうけど、下がね、下から持ってね、気がつかないうちに全部漏れになったらね、大変なことになっちゃいますからね。大丈夫そうですね。よし、これで以上です。